皆さんこんにちは、ともやです。今日はですね、 TikTok を最近始めようと思いまして、何個かね、 TikTok に YouTube の切り抜きをやったんですよね。 TikTok で切り抜きというか、 TikTok で YouTube と Twitter のチャンネルの URL を貼れるってことで、僕もね、チャンネル登録者数1000人を目標にしてたんで、ちょっとでもね、 TikTok に流して宣伝しようかなと思って、5月ちょっとね、暇というか、なんかね、自分にとってプラスになることをしたいなって思ったんで、YouTube の切り抜きを100本出そうかなと思ったんですよね。TikTok で。で、その TikTok で6本ぐらい出したんですよね。僕6本ぐらい動画出して、で、大体全部が900とか1000再生ぐらいで、なんかね、調べとったら、TikTok は大体出したら200から300再生ぐらいはされると。で、ゼロになることはほぼほぼなくて、でもね、おかしかったんですよね。なんか3つぐらい出したら3本目がゼロなんですね、ずっと。で、4本目出したらそれもゼロで、あれって今月100本行きたいのにって思った時に、こうネットで調べとったんですよね。ネットで調べとったら、シャドーバンっていうのがあって、意味のないやつを上げまくっとう人を、まあ、不適切な内容とか悪い動画とか質の低いものをいっぱいいっぱい出しちゃう人を、もうフォロワーしか表示されへんみたいな、そういうシステムがあることを知ってね、こんなんあるんやってびっくりしましたね。 TikTok でもあるらしいんですよね、そういうのが。 YouTube であるから知らんすけど、 Twitter とかはよくあるらしいですね。もう外に行かせんようにするみたいな、そういう運営側のそういうシステムがあるらしいんで、初めて知りました。皆さんもね、 TikTok 始める際は1日1本ずつ上げてください。有名な人とかは全然ね、大丈夫だと思うんですけど、そういったなんか制度があるみたいですね。シャドーバン、びっくりしましたね。ほんとシャドーバンをされたんで、 TikTok に上げようと思った切り抜きの動画を、今5月の末ぐらいなんですけどね、それを6月に上げたいと思いますんで、6月はね、まあ、300本動画が行くんですけど、もう300本目ぐらいかな、今ちょうど。その300本行くんで、ちょっと振り返りたいなと思って、ショート版をね、こう YouTube に上げたいと思うんで、よかったら見てください。まあ、コントみたいなやつを上げてるんですけど、まあ、下手くそな演技なりに頑張ってるんで、よかったら見てください。ネットとかちょこっと調べて出会ったやつで、そんなに論文とかでこう証明されたとか、科学的にとかそういうものじゃないんで、あんまりね、真に受けんと、あ、こういうのもあるなぐらいで聞いてくれたら嬉しいですね。最近その論文解説チャンネルっていうのがハマってて、やっぱね、面白いですよね、そういう論文とかの見るの。まあ論文自体を読むことはできないんですけどね、そういう要約してくれるチャンネルを見るのは結構面白くて、そんな感じでね、広めたいなと思ったんで、あの簡単にそれで始めたんですけど、よかったらね、見てください。またもう一本だけね、ちゃんとした6月はこう復習というかまとめをするっていう動画も一本撮るんで、そちらの方もね、見ていただけたら嬉しいですね。この後ぐらいにちょっと出そうかなとは思ってますね。いや、ほんとね、こう300本長かったんですけど、まあ僕はね、1000本でも上げたろうかなぐらいの勢いなんで、ただ編集者ね、雇えるようになりたいですけどね、自分じゃちょっとね、こう編集ができなくて迷ってる部分もあるんで、結構簡単な編集になるんですけどね、見てくれる人が100人でもいたらね、めちゃくちゃ嬉しいんで、頑張って動画上げたいと思いますんで、 YouTube はね、シャドーバン出されんように頑張っていきたいと思いますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんも TikTok のシャドーバンには気をつけてください。なんかね、友達も TikTok してバズってた人がおったんですけど、なんかね、その人に聞いたら結構アンチコメントとか来るらしくて、で、その友達はめちゃくちゃね、人当たりがいいんですよね。あんまりその人に文句は言われんのんすけど、そんなタイプの人間の人も、あ、アンチコメント来るんやみたいな、自分だけじゃないんやなってこと知って、ちょっとね、勉強になりましたね。まあ、目立ってたらね、出る杭を打たれるってことで、結構打たれるんで、アンチコメント来ることはプラスに考えたら目立ってるってことで、まあ、マイナスに考えたら自分は嫌われたんですけど、人ってね、喋ったことなくてもやっぱ嫌う人っているんで、僕はね、喋ってから嫌うようにはしますけど、まあ、そういった固定観念でね、決めつける人もいっぱいいるんでね、
うん、大体の人がそうやと思うんで、そんな感じですよね。だから TikTok とか YouTube とかってその場のその人しか知らなくて、アンチコメントとかしてる人も多いんでね、上げるときは気をつけてください。僕はその低評価とか絶対押さないんで、人に対して。でアンチコメントはしないし、まあたまにね、好きなファンとかやったら応援のメッセージとか高評価とかね押すんですけど、うん、なんかそのなんか僕の変な考え方があって、僕個人の考え方なんですけど、やっぱり行動しとる人が一番偉いなって思ってますよね。で文句言っとる人っていうのは行動しない証かなと思って、で、まあ、僕もね、こう文句自分が言ってる時は、あ、行動しないやなって思うようにはしてますよね。だから努力しないなって思うようには本当にしてますね。なので、ね、行動をしていきたいですけどね、これからも。今22歳でこの場所にいるんですけど、普通に会社員で工場で働いてるんですけど、まあ、この結果ってやっぱり自分がね、こう頑張ってきたというかやってきた結果なんで、人のね文句言うよりこっからね這い上がっていけたらって思いますよね。みんなねやっぱ活躍してる人らはすごいなって思いますね。日頃からね余裕のある大人の人がめちゃくちゃかっこいいなと思うんで、僕もあと10年20年して余裕のある大人になりたいですね。そのために今頑張っていきたいと思いますんで、よかったら応援お願いします。そんな感じです。最近ね仕事でちょっと熱中症っぽいんでポカリばっか飲んでますね。今日も頭痛いんですよね。皆さん仕事は大丈夫ですか？4月からね5月にかけて急に暑くなるんで、やっぱ体調壊しやすい人もいるんですよね。体調壊しやすい人が増えてきて、でね弱ったらコロナとかもかかりやすいんでね、睡眠しっかりとって栄養もとってね、体調管理気をつけてください。そんな感じですね。以上でこの動画終わりたいと思います。まあ、もう1本出すんでよかったら見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。